来た。でかい。見えてきた見えてきた見えてきた。はい、おはようございます。おはようございます。釣りすべチャンネルでございます。弟哲と兄翔平の釣りすべチャンネルでございます。まあ、いろんな釣りをして実際の現地で手に入れた、まあ、新しい情報であったり釣れる情報をお届けするチャンネルですので、皆さんにぜひ新しい気づきありますのでチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですね、今日はどこに。今日はですね、千葉県の飯岡港にやってきました。はい、さちまるさんですね。こちらの船屋のさちまるさん、幾度となく乗らせていただいてるんですけどね、かなり美味しい思いを今までしてきてる、してきてるし、この船といえば外せないメンバーが、スペシャルゲスト今回2人お呼びしております。どうぞどうぞ。じゃ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 、ぬるーってぬるっとした登場で、おなじみですな。はい、ヤソと東郷ですね。スペシャルゲストって何ですか。準レギュラー。レギュラーじゃなかった。毎回出てて毎回スペシャルゲスト。おなじみのお二人で、皆さん応援よろしくお願いします。はい、で今回のさちまるさんは前回です。石鯛。おー、でかいね。いいね。あ、いい。おー、これ鯛です。でかマジでかい。石鯛です。とんでもなく派手な。あとクエ幻の魚クエです。を釣った伝説の船ですね。いつも調子いいっすよね。うん、これね、釣れたらさばいてもらえるっていうね。久々ですし。そうなんですね。なんかさばき場もありますね。さばき場自分でやることもできるんだね、ここで。ちょっとぜひ皆さんにね、その素晴らしさを今回の回で伝えたい。そうですね、大爆笑して釣り方をね、ぜひ、はいはい、我々仕入れて釣り方をお伝えできればなと思いますので、はい、最後までご覧ください。ではどうぞ。どうぞ。この瞬間が分かるんですね。まあ、なんかここでかいのいるな。出る、めっちゃ出る。でかっ。でもね、しっかり腹筋入れとかないと口かかない。ちょっと網見えてきた見えてきた見えてきた。でかいでかいでかい。でかっ。でかっ。でっかっ。船の前方から餌が回ってきました。これが生きてるエビ10匹セットでございます。これをどんどん後ろに回していきます。めちゃめちゃでかいよ。でかすぎる。サイズ伝わるか。でかっ。はい、いいよ。エビがめちゃめちゃでかい。天ぷらぐらいある。今回は前夜仕掛けでマダイを狙う。生きたエビを海底まで沈め、自然と漂わせる釣りだ。こういう感じですね。そこにこれがついて、エビがヒラヒラと自然に漂う仕掛け。ポイントに着くと船長から指示がある。釣り方や魚がいる水深など重要な情報が伝えられる。どうぞ。水深25メーターです。おい、水深25メーター。今から魚礁から離れてるんでね、明かりをしないと思います。ちょっと軽く投げて広範囲探っていきましょう。レッツゴー。
当たった？どこ反応あり。おめっちゃ食ってるやん。食った。トゴヒット。え？重い？一投目から。タモいる？切れた。切れた。一投目で切られました。鉄もヒット。抜けた？ついてる？あれちょっと鉄と東郷いきなり当たってるけど。一投目から魚がかかるも一筋縄ではいかない。天野の釣りは餌を使う分魚のあたりは多い。しかし針にかけることが難しい。非常に繊細さが求められる。お、いい鳩に入りました鉄さん。受けたわ。ドラグ出たね。ちょっとドラ当たりでドラグ出るのちょっと緩すぎんじゃない。ドラグが腹筋が入ってないもん。硬い、口硬いから、もうちょい締めた方がいいよ。一回もう一回。おー、いいね。いい腹筋が入りました鉄。ついに乗せた。投げてみたら。おー、いいじゃない。ゲットです。チップナイスフィッシュ。餌の付け方はこんな感じですね。短い方の針を尻尾、長い方の針を後ろから前に入れて、こんな感じで、エビロックを背中にかける、こんな仕掛けです。今日のね、やっぱさ、当たりパターンはちょっと誘いを入れるっていう。遠くに投げてちょん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 、当たりを待つ。この日、足元では魚のあたりがほとんどない。マダイは船を警戒して少し離れた場所に移動するそうだ。めっちゃちっちゃい当たりが。ここで食い気を誘う。ちゃんと俺をかけたいな。のっけたけど、そんなに。おお、当たりがないこと1時間ぐらいかな。あんまり引いてないような気がしますね。お、 T T ナイス T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 、おめでとうございます。マダイ、言わずと知れた高級魚。頑丈な歯を持っており、エビやカニの硬い殻を噛み砕いて食べる。寿命は20年から40年に及ぶとされる。最大の特徴は尾ひれ、黒く縁取られているのが特徴だ。ね、邪気が出すぎ。タイも分かるんだな、やっぱり。すごい純粋な気持ちで、そうそう、お魚さんおいで、おいでと思う。釣りを楽しみに来てる人に無理だもん。なんか食いたい、よだれた話だから釣りつけるから。ダメですよ。やはり邪気があったらダメ。餌あげに来てる。餌あげに来て、たまたまについててかからないでね。つべこべつべこべ言っております。釣れない釣れない理由を一生懸命探しております。それいやいや、夢があってワクワクしてますな。でかい。うわ、秒殺で切られた。でか、今のでかかったら熱。まあなんかここでかいのいるな。めっちゃ出る。でかっ。よし、ね、しっかり腹筋入れとかないと口が開かない。ちょっと網網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 網
人が網いいいいいいでかいのがでかい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 いい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 でもタイだね味方がってっぽいような気がするけどおお嫌がるねこれが釣りの楽しさおいあとね十数メートルあるんだけど船長ついにやりました嬉しいまだ分かんないめっちゃでかいカサゴか見えてきた見えてきた見えてきたでかいでかいでかいでかすぎ笑った。これやばい。モンスターや。俺も早くするからごめんね。絶対絶対。やば。やば。ちょっと見て。口こんなちっちゃい針でこんなでかいやつ釣れんの？手が震える。今まで釣った魚で一番でけえかもしんねえマジで口怖っでかすかここね選びました手でここ親指と人差し指でかすぎるいたちょっと怖えっす先生、怖いっす、これ怖い怖いよ先生が重さ測るって言うんだけど、鉄道って怖い相手知らんで重っいやそうですねいやさ肩も尻尾のよいしょこっちそこでそこでいいですかもうちょっと横にしてもらってめちゃめちゃでかい。はい、ありがとうございます。やりました。念願の。あ、横向きで大丈夫です。でかまだい。ありがとうございます。重さ測ってもいいですか。4.2 ぐらいなんですかね 4.3 ありがとうございますああ釣れましためっちゃ嬉しいかな
大大ですね。むしろ D D ですね。あれはパイじゃないよねだって。はみ出てましたよ。ゴールデンレトリバーぐらいある本当に。はみ出す。でまだこんぐらいだよ。マジか。僕からあのちょっと説明分かりづらかったと思うんで説明すると。そうですね。バケツ同じようにバケツ使ってたんですけど。肛門行って尻尾ここまで使ってきてね。天下の大ウツボぐらいのサイズだそれ。いやいや夢があってワクワクしてますな。鉄ヒット。でかく太めのフグですね。何フグだろう。なんかめっちゃ水かく。すごい。なんか面白い色してる。これあれだよ。いいフグだ。いいフグだね。なんか白っぽい見たことない。いいフグ。おそらくいいフグゲットです。いいよ。ちょっと水中映像撮りたいので上がってきたら教えてください。ヌーチーですね。おめでとう。美味しいじゃないですか。おめでとうございます。だよね、はい、じゃあすいませんヒットついに次最後30分で、はい、え、そうしました。マダイベラセンちっちゃいマダイなんでこれリリースします。残念ながらベラでございます。念願のヒットもベラでございます。一人だけまたベラセンもベラ坊主の方で坊主の前、はい、バイバイ。釣りやめます。めげずにあと20分お願いします。ラスト20分って言っていたら本当に腹筋もう一回もっと強く巻いて巻いて巻いて。これは本物だってほしい。おい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 引いてるね。最後に逆転ホームランか。おお、山下さん、最後に大逆転と思いきやギリマダイではないというなんとも。まあ、だからサイズ大きいですね。マジで嬉しい。全然まだまだまだどうでもいい。でかいな。でかい。やりました。トンゴさんはあの金をあげるって言ってましたけど金もらいます。はい、さばいて今回実際さばいてもらいました。実際ねさばいていただいたのとあと今回フグが釣れたんですよ。私もちろん免許持ってないのでこちらでさばいていただきました。うん、こんな状態に。どんな感じだろう。もう完全にちょっとねなんか抜きしようかな。この状態ですね。えスーパーで売ってる状態すげえ。これあと寝かして食べるじゃないですね。これね毒があるから気をつけないといけないからね。もう本当に氷とほら魚たちが綺麗にさばかれてる。素晴らしい。もう鱗まで取ってくれるって本当に至れり尽くせりのさ。フグ食べれるこれうまそうだ。おい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 もらい家の血が騒ぐだね。ギロとしましたね。危ない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 。こんな感じでね本当にさばきも ねすごく手軽にやっていただけるので素晴らしい。ね、次回あの天下の大マダイさばき動画あげますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。おすすめ動画はこちら。
チャンネル登録はこっち。よろしくお願いします。よろしくお願いします。